青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様こんばんは、料理カウンセラーの青木由美です。皆さん、女優の佐々木千秋です。さて、この番組愛され召し上がれは、婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、愛され飯協会代表で料理カウンセラーの青木由美さんが、婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、最新調理器具情報などについてのアドバイスや、それぞれの情報などを提供していく番組です。この番組をお聞きの皆さんに、少しでも婚活、料理、女性らしく生きるヒントみたいなものをお伝えできればと思っております。とですね、青木由美さんからお言葉をいただいたタイミングでですね、私佐々木千秋、先月もちょっとお伺いしたんですけれども、はい、料理あんまりしないし、まあ、決して得意ではないチームの代表としてですね、そんなチームがあるんですよ。なるほど、はい、そういうチームがありまして、その料理苦手チームの代表としてですね、今月もちょっとオープニングトークの時間をいただいて お伺いしていきたいと思うんですが、料理についてこう今更聞けないこと、いきなり聞いちゃってもいいですか？もちろんですありがとうございます。おそらくね、リスナーの方々も、はい、そういったね、こう、はい、千秋さんが実際に料理をしていて、ここわかんないなっていう声の方がわかりやすいと思いますし、はい、ぜひぜひたくさん聞いてください。あ、本当ですか、嬉しいですではお言葉に甘えさせていただきましてですね、まずみりんってあるじゃないですか、調味料も、みりんってそもそも何なんですか？みりん、はい、あ、確かにお料理するときレシピ見て、はい、みりんないっていうのありますよね、はい、ありますね、ありますよね。このみりんって、はい、こうお酒のもう仲間なんですね、醸造して作ってるんですよ。あ、そうなんですね、お酒、お酒の仲間なので、はい、お店で販売するときにもですね、うんうん、お酒の販売許可書が必要になるんですね。え、そうなんですかじゃあ販売許可がない、まあ、うんうん、いわゆるお酒を売ってないコンビニみたいなところだったら、はい、どうやって、まあ、みりん置かないのかなって思うとですね、みりん風調味料っていうのが売ってます。あ、知ってますみりん風って書いてあるんですけど、 あれはお酒の仲間じゃないので、販売ができるっていうものなんですね。そうなんですね。もちろんね、味もちょっと違いますので、あ、これみりん風って何なんだろうなっていうのも素朴な疑問だったんですけど、そういうことなんですね。この違いがあるんですよ。じゃあどうやって料理に使い分けるのっていうとですね、はい、お酒って臭みを取ったりですとか、はい、あと食材柔らかくするっていう効果があるんですね。そうなんですか。でみりんっていうのは、はい、甘みを出したりですとか、はい、あとはですね、照りとかツヤを出して煮崩れを防いでくれるっていうものなんですよ。うんうんうん、みりんってそういう役割があるんです。役割があるんですか。全然知らなかったです。私もともとですね、はい、お砂糖とみりんとどっちか片っぽ入れればいいんじゃないかと思ってたんですよ。まあ、甘さという意味で。そうなんです、はい、なんですけど、お砂糖だとやっぱり照りとかツヤって出なくてですね。そうなんですね。で味も中まで浸透するんですね、お砂糖は。あ、でみりんの場合には、はい、周りをこうコーティングしてくれるので、それでツヤとか照りとかが出るので、はい、その代わりですね、まあ、中まではちゃんと入ってくれないから、お砂糖とみりんと両方が煮物のレシピに入ってたりするんですよ。あ、そうなんですね。なんかこう本当に甘く出来上がっちゃうんじゃないかななんて思いながらたまに作ったりしてたんですけど、それぞれ違うんですね、染み込み方も含めて。これはちょっと私今回ちょっとみりん風というところ結構びっくりしたのと、お砂糖とは違う甘さというか、その全然使い方が違うんだよというところがすごい勉強になりました。よかったです。うん、あとは、まだあるのかって今思いましたね。中華料理用鶏ガラスープっていうのと、中華料理用のだしの素、違いって何なんですか？このね、2種類どっち買おうって悩むんですよね、はい、これですね、中華だしっていうものは、豚とか牡蠣とかの旨味成分が詰まっているので、まあ、鶏だけじゃなくてですね、はい、いろんなものが入ってる分旨味がしっかり詰まっていて、それだけで味が
もうちゃんとしている決まってるんですね。あ、なるほど。でそれに対して鶏ガラっていうのは、はいはい、あの鶏のガラを、はい、から取ったスープを粉末にしている状態なのでさっぱりしていて、はい、で、まあ、これに自分で好きな味を加えていけるという商品です。なるほど。なのでまあ好みですね。そうですよね。どっちが好きかなっていうので選んでもらっていいと思います。なるほど。なんか全く同じこうなんかこう役割なのかなって思っていて、あの中華用だしがなかった時に鶏ガラスープの素でいいかって思ってこうチャーハンとかに入れたらなんか味がちょっとまだ薄いなみたいな経験があったなって昔今ちょっと思い出しました。そうですね。これだけで味付けたいっていう場合は中華だしの方が決まりやすいかもしれないですね。いやすごい勉強になりました。いやもうね、リスナーの方の中にももしかしたら私と同じようにそもそもっていうのがねあってくれたら嬉しいなと思うんですが、これを機にですねみりんってこうなんだよとかお話できるいいきっかけになりました。豆知識としてね。はい、ありがとうございます。はい、では今注目の婚活料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきたいと思います。青木由美さんは千葉県のご出身で調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得、その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後2012年に起用されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ婚活料理教室、各種セミナー、そして取材、執筆などですね精力的に活動されていらっしゃいます。ありがとうございます。そして今お話しさせていただいております私佐々木千秋と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり佐藤製薬様、ビジョン様の CM などにも出演させていただいております。ここ市川うらら FM さんでは言霊アラカルトファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。そして今年ですね9月にブルガリアで開催されるアニベンチャー2019での招待上映が予定されている映画22世紀寓話という作品にも出演させていただいておりますので、あの現在予告編が YouTube で公開中なのでぜひご覧になっていただければと思います。それではまず初めのコーナーは今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは意外と皆さん今更聞けないでもわからないからなんとなく自己流で済ませている、料理は作ってみたいけどなかなか習いに行く時間がないなどですねお悩みの方々に青木由美さんが料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さんお願いいたします。まずはねちょっと前回のおさらいからいきたいんですけれども、はい、前回は調味料を知るというテーマでした、うん、はい、調味料そのものの味をちゃんとね味見して知ることで、はい、まあ、あの料理を上達させていこうという内容ですけれども、はい、おさらいしたい方は YouTube で愛され召し上がれと検索して7月23日の回をご覧ください。はい、そして今回のテーマはレシピを見ないで作ってみるというものです。はい、いきなり来たなっていう感じしますよね。はい、ずっと来ました。あのステップをねちょっとずつ踏んで、はい、だんだん料理に慣れてきたら、うん、このレシピ見ないで作ってみるというのにチャレンジをしてみてほしいんですね。はい、とは言ってもねそれができないから困ってるのよ。そうなんですよ。本当にその通りなんです、ただですね、はい、見ることができるって分かってるといつまでも見ちゃうんですよ。はい、そうですよ ね。これ、うん、もう子どもの頃とかね友達の家の電話番号とか自宅の電話番号覚えてたと思うんですけど、今はもう携帯のデータ見ればいいだけなので、はい、覚えられないっていうのと同じなんです。そうですよね。でやっぱりお料理もあの見ないで作ったとしてもですね、はい、一回作ったことのあるお料理だったらば、まあ、なんとなく作っても、うん、一応の食べられるレベルのものは出来上がります。そうですか。どうにかなります。本当ですか。そして味付けも大丈夫かなと思うので、はい、ちゃんと味見をね繰り返していくので、はい、味見の習慣も身についていくんですよ。もしね、はい、レシピに入っていない調味料入れちゃったとかっていうのが、はい、まあ振り返った後にね、はい、分かったとしてもそれで美味しかったら、
あ、なんか私発見したっていう嬉しい気持ちにもなりますし、確かにそれは嬉しいです ね。もしも、はい、あ、ちょっとうまくいかなかったなって思ったとしても、もう一回レシピ見て、はい、あ、ここかな、ここがうまくいかなかったんだって分かれば、はい、次回ちゃんと記憶していますので、そっか、どうにかなるんですよ。確かに失敗したら覚えますもんね。覚えます。失敗したら意外とどうにかなるんです。なるほどなるほど、あのお家で料理作る時って絶対に失敗しちゃいけないなんていう場面ってそんなにはないんじゃないかなと思うので、失敗を恐れずにですね、はい、まずはレシピ見ないでやってみようっていう実験的な気持ちでやってみて、はい、で、あの見ないでもどうにかなるなっていうのが分かれば、またね、あのちょっとこれ見ないでもいいかもってだん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 レシピ卒業できるようになってきますので、ああ、でもそうなりたいですね。レシピ見ないで作れるってなるとね、はい、まあ、楽にもなりますし、ね、あのちょっと料理上達してから楽しくもなりますよね。そっか、確かにそうですね。こんな何回も何回もやりながら、あ、ここが失敗とかね、自分で体でしっかり覚えていくことができるっていうのはそういうことなんですね。なるほど、レシピね見ちゃうんですよ、どうしてもね、はい、慣れないうちは。そうなんですよね。まあ、ちょっとこのレシピ見ないで作れるようになったら、私もうちょっとここの時点で一人前かなってちょっと思って、私はですよ、思っちゃうんですけれども、ぜひね、ちょっと皆さんもチャレンジ一緒にしましょう。だと思ってください。はい、頑張っていきましょう。いかがでしたでしょうか。皆さんの簡単料理人への道、また少し前進できたと思います。そしてこのコーナー含めこの番組の模様はですね、本日放送終了後約1週間程度再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録をしていただきまして、何回も再生しながらスキルアップしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして、皆さんお聞きの新番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明のコンビでお送りしております。さて、続いてのコーナーは由美的ゴールデンレシピのコーナー。このコーナーは料理カウンセラー青木由美さんが、まずはゲストにお招きした方に書いていただいたアンケートをもとに、その方のためだけの世界に一つだけのオリジナルメニューを作成していただきます。そしてそのメニューに挙げた一品につきましては、さらなるヒアリングでゴールデンレシピを完成させ、実際に作る際のワンポイントアドバイスまでしちゃおうというコーナーです。なかなかね、ラジオでお伝えするのは難しいかなとも思うんですけれども、お聞きいただいている皆さんの今いろいろなお料理のレシピ作りの参考になればと思います。はい、それではですね、皆さんお待たせいたしました。今回のゲストはうちの事務所期待の新人女優、有本ひとみさんです。皆さん初めまして、有本ひとみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ラジオ番組の出演は初めてですか？先月ここ市川うらら FM さんで放送中の事務所の先輩佐藤美久さんの番組女優道にゲストで出演させていただいて、今回が2回目になります。おお、2回目。はい、まだ緊張されます？もちろん緊張してます。ちなみに青木先生はもうラジオパーソナリティは慣れられましたか？普段のセミナーっていうのとはまた違う世界なので、はい、すごい毎回ね、新鮮でこう毎回楽しんでるっていう感じがしますね。そうなんですね。でも楽しむってね、大事なことですからね。そうですよね。はい、私もね、楽しんでいつもね、こう いろんなお話を聞かせていただいてるので、楽しみながら、そしてね、料理の腕も少しずつ上がってるなっていうふうに勝手に思ってます。はい。それではここでですね、今回のゲスト有本ひとみさんの簡単なプロフィールを紹介したいと思います。有本ひとみさんは大阪市のご出身で、現在23歳、大学で栄養学の勉強をされ、国家試験である管理栄養士の免許を取得。大学卒業後、芸能界に進むために上京されました。1年間養成学校で学ばれた後、この6月にうちの事務所に入ってきたという文字通りの新人さんです。もう本当にすごく緊張してるので、なんか、なんかうまくこう答えれるかわからないですけども、ね、それこそね、すごい緊張緊張している。大丈夫です。でもね、あの栄養の道から、はい、このね、芸能界の道へって、はい、全然違うジャンルですけど、うん、何かきっかけがあったんですか？そうですね、栄養学って
は、例えば栄養素がこう体の中でどういう働きをするかっていう、そういうメカニズムを学べることにすごく魅力を感じていたんですけれども、はい、それ以上に芸能にはそういった規則性のないところに魅力を感じて、もうこの芸能界の道を歩み始めたところになります。全く違う道ですね、はい、そうなんですね。なるほど。ちなみに千秋さんは芸能界のきっかけってあるんですか？私はきっかけみたいなものは正直なくて、もう小さな頃からもう芸能界に行きたいと思っていただけなんです、本当に。もうだからもうそれ以外の道が考えられないんですよね。一筋ってことです、ね、一筋なんです。もう惚れたら惚れたでも一筋なんですよね。私もちっちゃい時に、はい、芸能界とかってすごい興味を持っていて、でいいなとは思ってたんですけれども、はい、まあ、なかなかそれ大きくなってこう実現できるって、私にはちょっと違うかもしれないなとか、他の道があるかもなとかって、はい、でも芸能界の世界って憧れだから、メイクの道とかもいいかもってちょっと思ってたんですよ。そんな中で高校生の時に大失恋をして、はい、でちょっとショックでご飯がこう喉通らないっていう経験があって、そこから料理の道に進んだんです。すごいね。すごいですね。失恋きっかけなんですか？失恋きっかけなんです。そこでご飯って美味しいんだって、食べるって大事なんだって学んだところだったので。なるほど。失恋をきっかけに、まあ、実際その口にした時に食事を美味しいなって感じて、そうなんですね。改めて食べ物っていうものに気がついたっていうか、なんかすごい、すごい、なんかね、全然こう違うスタートだけれども、だん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 こうやってここに同じ空間にいるっていう、すごい不思議ですね。プラスに変えたんです ね、 ね、うわすごい、そう、そっちに、ね、すごいなというふうに感じましたけれども、はい、いやそうだったんですね。みんなそれぞれのこう進路というところで、ね、過去のことから振り返ってもいただきましたが、それでは早速ですね、お待たせいたしました。このコーナー、弓的ゴールデンレシピの話題にお話を戻らせていただきます。まずはこのゴールデンレシピとは、ゲストの方に弓さんからアンケートということで10個の質問をさせていただいて、その回答に基づいて弓さんが4つのオリジナルメニューをご提案いただきます。ではまず弓さんの方から、今回のゲスト有本ひとみさんのアンケートの回答についてお話しいただけますでしょうか？ひとみさんにね、事前の9項目アンケートいただ答えていただいたんですけれども、はい、まずね、好きな食べ物が好きな食材がイチゴと、はい、ということ、そして嫌いな食べ物はセロリと生の玉ねぎと。セロリはね、匂いがダメってことですよね。そうなんです、匂いがちょっと苦手で。なるほど。そしてね、好きなお料理だったらすき焼きが好きと、はい、すき焼き。そして普段のドレッシングの量はという質問は少なめということですね、はい、でお仕事を今一番頑張りたいというアンケートの答えでした。なるほど。まあ実際これをもとにですね、どんなオリジナルメニュー出来上がったんでしょうか？今回の4品ですね、はい、鶏と大根のまろやかポン酢煮、そして次に、新芽ぞろいのフレッシュサラダ、五穀米、トマトのファルシという4つになります。このファルシ、ファルシって何って思いました。これファルシって詰め物っていう意味なんですね。トマトの中に、お野菜とかいろいろ詰めたものっていうのが、お料理で、はい、フランス語なんですよ。なので分かりやすく言うとですね、はい、イカ飯ってイカの中にご飯詰まってますよね、はい、ますよね。なので、あれもファルシなんですね。そうなんだ。言うとファルシになります。栄養の学校でね、一通りの基本っていうものを学んでると思いますので、やっぱり少しね、華やかでこうSNS とかにも載せた時に、わー素敵、かわいいってなるような形のメニューを揃えてみました。いやーすごいです、すごいですね。ファルシーちょっとびっくりですね。はい、では有本さん、この中でどのメニューについてのゴールデンレシピお入りようですか？最後のトマトのファルシーお入りにしたいと思います。トマトのファルシー、はい、はい、
ではですね、ちょっと追加の質問をさせていただきたいんですけれども、はい、酸味は得意ですか、それとも普通ですか、苦手ですか。普通ですね。普通、はい、わかりました。じゃあそちらでレシピ作らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、なんかトマトのファルシー、はい、何回言うのっていう話なんですけどすごく気になりました、ね、すごい初めて聞いたネーミングだったので、はい、ね、美味しそうですね。そうですね、うん、私もその選んだ理由が、はい、やっぱそのファルシーっていう言葉に惹かれて何なんだろうっていう確かにすごくねー、すごいなというふうに思いましたけども。ではですね、できましたか。説明させていただきたいと思います、はいはい。新人女優の有本ひとみさん、はい、青木海が考案したオリジナルメニューの一品について、トマトファルシのゴールデンレシピ、作り方ですけれども、はい、簡単に言うとですね、トマトの中にポテトサラダを詰めると思ってくださいね。まずはですね、材料、トマト、じゃがいも、玉ねぎ、合いびき肉、バター、そして調味料の方がお酢、オリーブオイル、塩コショウとマヨネーズです、はい、まずですね、玉ねぎをみじん切りにしてバター入れたフライパンでひき肉と一緒に炒めて冷ましていきます、はい、うん、次にじゃがいもを2センチ角に切ってお水から茹でていきます、はい、そしてボウルにお酢、オリーブオイル、塩コショウを入れて、茹で上がったじゃがいもを入れて混ぜてもらって、うんうん、でじゃがいもを冷ましていきます、はい、冷めたら玉ねぎ、ひき肉、マヨネーズを入れてですね、マッシュポテトというか、まあ、ポテトサラダを作るんですね。次にトマトの方はですね、はい、トマトの皮に、はい、十字に切り込みを入れてもらって、はい、沸騰したお湯の中に10秒間入れて、そして氷水の中に取り出します、はい、そしてトマトの皮を剥いて、でヘタがついていた方からですね、中身をくるっと取り出してもらって、はい、その中にマッシュポテトを詰めて、はい、最後に器にね、盛り付ける時にですね、はい、詰めたヘタがついていた方を下にして盛り付けてもらって、もし飾りが欲しいなと思ったらバジルとかね、上に飾ってもらうと、おしゃれということでですね、はい、これをまとめたものがこちらになります、うん、わあ、よかったらどうぞ。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。有本さん、はい、どうですか、このゴールデンレシピ。いや、もうすごくなんかちゃんとこう冊子にしていただいて、ね、なんか結婚式とかね、あれ、招待とかにすっごい、そうですよね。すごくちゃんと細かく、うんうんうん、わりやすくすごく記載されてますし、はい、いやもう本当にありがとうございます、ね、実際にね、こう自分で作ってそうですね、はい、ですか、うん、早速なんか挑戦したいと思います。よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にね、今回本当にトマトということで、まあ、夏ということもあって、ね、ちょっと食べやすいかなというような印象だったんですけども、はい、ぜひね、有本さん作ってみてください。はい、はい、ありがとうございました、ね、よろしくお願いいたします、はい、それでは最後にですね、有本さんからこの番組のリスナーの方へのメッセージをお願いいたします。プラスボックス新人女優の有本ひとみです。ひらがなで有本ひとみと書きますので、まずそちらの方を覚えていただけたらと思います。将来は、どんな監督のどんな要求にも対応できるような柔軟性を持った女優を目指して日々努力してまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。では今回のゲスト、ゴールデンレシピの贈呈者は、うちの事務所プラスボックス新人女優の有本ひとみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ゆみ的ゴールデンレシピのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれ、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4回を夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送もよろしくお願いいたします。青木さん、今回いかがでしたか。皆様ね、うん、聞いていただいている皆様、今回のレシピいかがでしたでしょうか。はい、私、青木由美の SNS、インスタ、Facebook なんかでもですね、いろいろなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像なんかも、情報を、ね、アップさせていただいてますので、ぜひチェックいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は
青木由美と佐々木千明でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。